セットできないってやってたら言ってたら、うん、え、記事本やれよって言ってくれて、そうなんです。もうギリギリまで髪をセットしてくれました、カホリンが。え、今日は、え、そうなんです、カホリンすごいですよね、見てください、こんなになってて、ここの毛まで巻いてくれてるんです。もう嬉しい、私はこんなに可愛くしてもらっちゃって、髪型もう今日はもう自己肯定感高めでいきたいと思います。はい、え、でこのショールームはおもてなし会の感謝を伝えるショールームということで、あ、ちょっと今日は今日はねですね、絶対ほのぼのした配信をしようと思って、前回はちょっと張り切りすぎてしまって全然ほのぼのできなかったので、今回はほのぼのしていきたいと思います。皆さん、ほのぼのする準備はできてますか？できてる、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 ありがとうございます。ほのぼのしましょう、皆さんで。はい、じゃあショールームのお話、ショールームのお話じゃなかった、おもてなし会の感謝を伝えたくてこのショールームもしてるので、おもてなし会のお話をしていこうかなって思います。わーい、ポカ嬉しいね。はい、今日喋りたいことがたくさんあって、ちょっと綺麗だって、すごい綺麗って書いてある。そう、喋りたいことがたくさんありすぎて、ちょっと台本みたいなの書いてきてしまって、もう本当に楽しみで、今回も本当に楽しみすぎて台本みたいなの書いてきてしまったんで、もうちょっと目線下に行くときは、あ、ちょっとカンペカンニングしてるのかなって思ってください。ご了承ください。はい、まず自己紹介ですね。皆さん素敵な自己紹介でしたね。私の自己紹介はどうでしたか？聞こえないな。聞こえない。悲しい。ちょっと見ますね。ダンゴムシ最高でした。ほのぼのしましょう。こんばんは。あ、ちょっとポカ落ちちゃう。今日はポカに優しくするって決めたんだよ。だから優しくします。ね、ポカ。よかったよ。よかったよ。本当ですか？嬉しい。ダンゴムシってコメントたくさんある。はい、そうですね、これ裏エピソードなんですけど、実は私デイ2の時に、青い虫みたいなのがいた、今わかんない、デイ2の時に本当に転んじゃったんですよ。階段からタタタタタって出てくるときに一回転んで、あ、やばい、もう一回転ばないとってなって、もう一回転びました。なので、もうそうですね、端っこから見てた方はきっと見えてたかなって思うんですけど、転んで、あ、すぐ転ばないとって言ってまた転びました。これがエピソード1。エピソード2はこれ転ぶのが意外と難しくてですね、転ぶ練習を何回もしたんですよ、家で。あーって転ぶ練習を何回もしたんですけど、本当になかなか、急にドターンって、足が痛い転び方になってしまって、次の日練習しすぎてあざができたりとかして、これは本当に絶対に最高の転び方をしたいと思いましてですね、家でたくさんうまい転び方を探して、痛くない転び方を探して、たくさん転び方の研究をしました。なので、あの転び方うまくなかったですか？皆さん、とってもうまかったと思います。あれは私が今まで転んできた中で一番綺麗な転び方の最終形態かなって思います。あ、パチ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 だって、ありがとう。パチ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 。私そういえばこうやって頭の上で拍手するのが癖なんですよね。ひなあいとかでもよくやってるかもしれないです。ちょっとミラーボールが来たので踊ります。
はい、次、ダンゴムシはですね、ダンゴムシのモノマネも披露させていただいたんですけど、なんか私小さい頃から体が柔らかくて、すごいもうブリッジとか手と足がくっつくんじゃないかってくらいくっつくんですよ。くっつくんじゃないかっていうか、くっついちゃうくらい本当に体が柔らかくて、それでなんかブリッジしてたら、これダンゴムシじゃんって思って、この反ってる様子がダンゴムシに見えたんですよ、私には。なのでダンゴムシのモノマネをしました。はい、でそうですね、ダンゴムシのモノマネの時にの練習、ライブの前に練習するみたいな話になってスタッフさんがダンゴムシの練習入ります、ダンゴムシ入ります、岸くんダンゴムシとか言っててそれが面白かったです。はい、どうですか、今日はほのぼのしてません、結構ダンゴムシ練習でしたね。はい、じゃあここでちょっと皆さんと一緒にダンゴムシをしていきたいと思います。いきます、私がダンゴムーまで言うのでシーって言ってくださいね。いきます、ダンゴムー、そこかあれ、シーがシーってシーって、あ、ありがとうございます、シーって、あ、シーだらけだ、嬉しい、みんなシーって言ってる、ありがとうございます。すごいどこで切ろうか迷ったんですよ、団子虫って、でも皆さんに虫って言わせるのもなって思って、だご虫でもなんかなって思ったら団子虫のシーになってました。これ使い方がもう一つあって、ダンゴム、すごい、待って、なんかショールームってなんか上に段みたいなあるじゃないですか、あれ私のし、私のよく身ぐりにとかに来てくださってる名前の人がたくさんいる、嬉しい、知ってる人がたくさんだ。あ、そう、ダンゴム脱線しちゃった。ダンゴムシーじゃなかった、何の話してたんでしたっけ、ちょっと待ってください。あ、そう、思い出した、ミラボール来た思い出した、これダンゴムシにはもう一つ使い方があって、シーって言ってくださる方ももちろんいると思うんですけど、シーっていうのもあって、なんか子供とかがこう騒いでる時、もううるさいうるさい、ちょっと静かにしなさいシーみたいな時に、ダンゴムシーってシーってやらせると、やらせると、やってもらうと絶対に静かになるんですよ、これ。はい、なのでちょっと今度子供がちょっと騒がしい時にダンゴムシーシーシーって言わせてみてください。これ保育士の方とかすごいおすすめですよ。どうですか、私こうこれ流行語にしたい流行語になるかな、うん次ですね、おりゃー、そう、私最後に岸ほのかをよろしくお願いしますってやったんですけど、実はデイ1の時逆さまになってしまったんですね。でもデイ2の時はちゃんとできました、岸ほのか。そう、タオル持ってくださった皆さん本当にありがとうございます。本当になんか多分持ってくださってる人、私の反応を見て逆に驚いてたと思ってて、私タオル見るたびにびっくりしちゃってたんですよ、本当に。なんでなんで持ってくれてんのみたいな嬉しい嬉しいと思って、なんかまさか私のタオル反応持ってくださってる方いると思ってなくて、本当に嬉しくて、もう見つけるたびに驚いてました。本当にありがとうございます、嬉しいです、嬉しかったです、本当に本当に嬉しかった本当に嬉しかったです。ちょっと踊り方これで合ってるかなはい、あ、そうですね、私持ってきたんですよ、なんと今日この髪型をやってくれたカホリンの羊
これ実はですね、カホリンがこの羊どうしようってどうしようってしてたんですね。なので私がもらってきちゃいました。もうじゃーん、これはカホリンがおもてなし会の時に5秒で書き切った羊です。カホリンが5秒がポイントだよって教えてくれました。なのでもう本当にうまい。カホリンのリンってこのリンなの知ってました？私ひらがなでリンだと思ってたんですよ。違いましたね。うまいです、もらいました。これ額縁に飾ってて今額縁に実は飾ってて額縁から取ってきましたもう、ね、大事に大事に保管してもうずっと大切にしようかなって思ってます。そうで、なんか登場する前、もうなんか自己紹介の話永遠にしてる、どうしよう、話が終わらない。あのちょっともうちょっとさせてくださいあ、ミラーボールだ。花が落ちた、お花が。あのもうちょっとさせてほしいんですけど、ハート作ってください。はい、1万人いったそうです。じゃあ改めまして自己紹介します。お疲れ様です。東京都出身18歳、岸穂乃香です。はい、あの私が入場する前、出場する前、私が自己紹介の時、階段上がる前に石塚たまきが自己紹介をしてたんですね。それでゆけゆけそれゆけ巨人軍っていうところがあるんですけど、私実はそこ私も踊ってて、いつもこうやって一緒になって踊ってるから、なんか騎士登場ですみたいな時になんか登場し忘れちゃってて、あ、やばい、大変だ大変だと思って急いで階段登ってました。でこの間石塚たまきがみっちゃんに向かって、みつき元気、能天気、みっちゃんにあげるよって言っててあげてもいいかなみたいなこと言ってて、私も欲しいなって、なんかそういうキャッチフレーズみたいなの欲しいなと思って考えてきたんですよ。いきますよ、披露しちゃいますよ、いきます。ほのか、あきらか、おしとやか、どうですかおしとやかですか。そしてほのか、あきらか、きらびやか、どうですかどうですか。考えてきたんですけど、これ気分によって変えようかなって思ってて、ほのか、あきらか、とさかみたいなみたいな感じ、どうですかね、どうですか、ウィンクはい、あとそうですね、カラーガード、ちょっと待ってください、これこのまま話してたら終わらなくなっちゃう、せっかく一生懸命台本書いてきたのに、もう、ね、どうしよう、もったいない、私、あ、もったいないな、もっといっぱい時間があればいいんですけど、ちょっとここカラーガードのお話はちょっと飛ばそうかな。あ、即興演技のお話しよう、即興演技の話しよう、即興演技はちょっと話しますとか言ってたけど、これがしたいんじゃないんですよ私。即興演技は本当に恥ずかしくて思い出したくないから、恥ずかしすぎて思い出し、もう本当にだから思い出さないでくださいねとか言ったら絶対みんな思い出すんですよね、やめてください、思い出さないでくださいそれで、そうですね、思い出さないで、私がしたいのは騎士砲を打ちたいんですよ実は。なんか平穂が平穂を打った後に騎士砲を打ちたいって話になったんですけど、ちょうどコングがガンガンガーンってなってしまって騎士砲ができなかったので、騎士砲をしたいと思います、いきます、じゃあ行きますよ、起死法をします。
っとポカちゃんとね、いくよ。ショールームをご覧になっている皆さんに向かって起床。あー、ちょっと待ってください。ショールームをご覧になっている皆さんに向かってうーばー起床。違うか、え、もう一回もう一回やらせてください。仕切り直していきます。この花はここに置いたんですよ、ちゃんと。よいしょ。ショールームをご覧になってる皆さんに向かってうーばー、やられました。皆さんどうですか、やられました。下に向かって打ってる。え、どうやってやるんですかこれ。なんか私やり方を本家の平穂に教えてもらおうとしたんですよ。平穂ねえねえ平穂教えてって言ったら、平穂が岸くんはそのままでいてほしいってなんか教えたくないって言われてしまってちょっとわからないんですけど、どうやってやるんですかね。岸穂バーンバ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 ンなんか違う？そうですかね。じゃあこっちにする。バーンバーン、あの二台持ちです。バーン。はい。あ、そうです。この服は私服ファッションショーの時に着た服で、本当に私服なんですけど。そう、私実はガーリーの服が大好きで、なんかちょっとイメージないかもしれないんですけど、そんなキャラに合ってないかなと思って前日まで悩んでたんで、前日まで。直前まで悩んでたんですけど、ガーリーの服着ることになりました。私の大好きな、かわいいかわいい、嬉しい。こんなねかわいい服とね、かわいい髪型してもらってね、もうなんか幸せです。幸せだなはい、あれ何しようとしたんですかちょっと待ってください。メンタリストほのか、メンタリストじゃなかった、考えるくんほのか。え、ちょっと顔熱くなってきた、どうしよう、本当に若いんですよ。ちょっと待ってください、なんでこんな私ウブになっちゃったんだろう、うん、そう、恥ずかしい、恥ずかしくなってきたじゃないですか。どうするのポカ、なんででしょう。なんか最初初めて配信した時は本当になんか、あの本当に本当に楽しみにしてて、今日も楽しみにしてたんですけど、なんかテンションおかしくなってしまって、本当にお何もかもあれもこれもやらないとと思ったらテンションおかしくなってしまったんですけど、なんか今なんかこうやってフリータイムトークみたいなたくさんいただけると、いただくと、もうなんか恥ずかしいですね。うわー、照れる。見ましたか、見ないでください、見ないでください見ていいですよ、見てください、私のこと落ち着こう、台本読もう。そうですね、台本読んでいこうかなって思います。台本、そうですね、ミニライブの思い出、ミニライブの思い出は、あのドレミの時に陽子が最初に笑わせてくれるんですよ。うん、それがそれのおかげでいつも私は楽しくできました。あとドレミの時に気づかなかった、胸に刺さってた、いきなりドレミの矢に射抜かれたんだっていう、歌詞合ってるかなっていうパートがあるんですけど、そこで小西と絶対目が合うんですね。その時にいきなりドレミにやられてしまったって、あのウインクを3回絶対知ってたんですよ、小西と一緒にうまくないですか、ちょっと見ててくださいね。気づかなかった、どうですか、どうですかどうですか、うまくないですか。これをやって一緒に楽しんでました。はい、
ちょっと皆さん楽しんでもらってますかでしょうかね。ちょっと私不安になってきました。本当になんか皆さんのことをなんか楽しませたいなって思ってた、なんかたくさん準備してきたはずなんですけど、ちょっとなんかいざ話したらなんかもうあーって感じです。はい。でこの後の流れなんですけど、その後スピーチしたのかな、スピーチはちょっともう恥ずかしいのでカット、ちょっとなんか気恥ずかしい恥ずかしい。はい、なのでカットです。え、もう発表しようかな、あのあれを大号泣、もう言わないでください。本当になんかあそこは泣くつもりなくて、っていうかなんか本当になんか言いたいことが飛んでしまったんですよ。本当に1日目も2日目も全部飛んでしまって、もうなんか自分でも何言ってんだろう、何言ってんのか分かんない、なんかそのまま出てきた言葉があれだったので、本当になんか後から見返してなんか、え、私何言ってんだって思いました。もう本当にあーどうしよう、あ、暑い、どうしよう、ちょっと暑いです。もうなんか時間あと何分ですかね、わからない、時間がわからない。お、あと40分あるそうですよ。なのではい、これを今日は結構ちょっと飛ばしたから余裕があるんじゃないですか。笑い方がおかしい、ちょっと待って、もうやだ。はい、第3位、今までの思い出ベスト3、先輩方との初対面でございます。あ、ちょっと待って、溜めたかった、ちょっと見なかったことにしましょう。いきますよ、そこはもう一緒に見守ろう。こっち見てきた。いきますよ、テイク2とかじゃない、テイク1、何でしょう、ルル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 ルは本当に思い出に残ってか、記憶にすっごいびっくりするくらい残ってて、なんか最初に入るじゃないですか、もう先輩方のが、え、顔があるっていうか、まずなんか石塚、なんかもうなんかなんだろう、どんな気持ちだったんでしょうね、なんかどんな気持ちだったのか自分でも分かんなかったんですけど、なんか本当になんか心に余裕がなくて、先輩方と会う時本当になんか、え、どうしようみたいな。で石塚玉木が、先頭の石塚玉木が泣き出したんですね。それにつられて私も大号泣しまして、それでなんか本当になんだろう、え、普通にいるって。え、立ってるし生きてるみたいな感じで、なんかなんだろう、もうなんかテレビの中の人だったから、なんかもっといなんか大きいと思ってたんですね。なんかドーンって感じだと思ったら、私くらいの身長の方とかがたくさんいて、え、同じ人間かもって思いました。で私たちが泣いてみんな泣いてたのかな。でなんか先輩方もうんうんって、なんか私が岸穂乃香ですって言ったら、ほのかちゃんとか言ってみんな呼んでくださって、影山さんとか東村さんとか確か泣いてくださってたんじゃないですかね。え、私の記憶正しいですかね。なんか泣いてたりとかして、なんか、はあ、私たちのために泣いてくれてるのかな、え、そんなことないですかね、ちょっと自意識過剰でしたかね。でもなんかはあって、うん、なりました。あと森本さんとかね、うんうんとか言って、モノマネ、うん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 って
やってくださったりとか、他の皆さんもね本当に温かく見守ってくださって本当に嬉しかったです。本当に嬉しかったです。なのでそれが思い出です。はい、次、すいません、次やります。はい、にぐり、あ、待ってください、もう一回やり直させてください。ちょっと待ってください、なんかもうちょっと食べたかった。あの記憶から消してください。記憶から消しましょう。いきますよ。2位は何？なんだ？まあ、だんだり悪いなって言わないでください。なんだなんだ？じゃん！ミーグリです！これはですね、ありがとうございます。みんなさん記憶から消してくださって。これは、ミーグリは本当に、もう初めてのミーグリも泣いてた思い出しかないんですけど、本当になんか、なんかね、うわー、ダメだ、泣いちゃいそう、本当になんか、なんかそうですね、なんか、もういいです、お話やめます。もうなんか涙出てきそう、本当にちょっとこれは本当になんか、やめたやめた、ミーグリ、あの本当にいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。なんか、本当にあの本当に私の活力になんですし、ですし、本当に普段の感謝の気持ちを伝えられる本当に大事な機会で、本当にミーグリは私にとって本当に大切なものです。ミーグリ、はい、ちょっと本当にこれはなんか絶対話してたら泣くからやめる。もう次いきます。やめちゃう、もう、本当にダメだ。いきます、いきます。第1位ですよ、1位ですよ。え、見えちゃった？え、あ、よかった、第3位だった。第1位は、え、なんで分かってるんですか、おもてなし会って。え、なんで分かってるんですか。あ、髪飾り取れたらしいです。取れた。これは刺すんですよ、これを。ついた。え、なんでバレたんですか。え、なんでバレたんだろう。まあいいや。え、なんでだろう。まあいいや。え、え、皆さん記憶から消してください。え、せっかく一緒に見たかったのに。悔しい。いきますよ、皆さん忘れてください、メンタリストほのか。じゃあ催眠術かけます。忘れる催眠術、ここ見てくださいね。これで忘れました、あなたは。はい、忘れた。あ、なんかちょっと待ってください、見えちゃったかも。せーの、じゃん、おもてなし会。あ、これは、これは本当になんかたくさん練習しました。本当にたくさん練習しました。なので一番記憶に残ってますね。はいはい。おもてなし会の話もうしちゃったからな。おもてなし会か、感動したよ。本当ですか。私感動させることできましたかね、皆さんのこと。嬉しい。なんか、あ、熱くなってきた。なんか、なんかって言っちゃうんですよね。なんか
なんか、なんかって言っちゃう、やだ、もう直す、うーんとも言っちゃダメだし、ちょっと言葉に詰まってしまうんですけど、あ、ダメだ、もうあのちょっとなんかあの恥ずかしいし、なんか改めて言うのもちょっと恥ずかしい。え、でも本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございました。なそうですね。すいません。あ、優しい皆さん、どうしよう、優しすぎて嬉しいです。私はなんか本当に皆さん温かい、なんかお手紙とかも届くんですよ、毎回毎回ってか届くんですけど、なんか私はなんかちょっと自己肯定感低いのと、なんかちょっとネガティブなところがあって、それでなんかすぐわって落ち込んじゃうんですけど、そんな時に手紙見たら元気になります。はい、あ、え、あの避難の話していいですか、この間の放送の、この間の放送の避難の話なんですけど、なんか富士急のロケ行ったじゃないですか、リアクションチェックみたいな、リアクション、リアクション、皆さん私のリアクション気になってませんでした、皆さん私のリアクション気になりませんでした。わーい、あの気になったと思いませんか、虫、虫どうなったと思います、皆さん、じゃあ予想してください、泣かせてやろうかっていうのは、あれは本当に本当に楽しそうに出てくるんですよ、え、なんかレン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 って、私は私こんなに怖い思いしてるのにってなって言いました。え、どうなったと思う、普通に食べた、普通に食べた、あれな、何でしたっけ、ムカデとバッタとゲンゴロウとハチの幼虫があったんですけど、それ全部食べたんですよ、私実はもう放送されなくて、私全部食べたのに放送されなくて悲しかったです、私、え、だから今からその味のレビューをしていきたいと思います、どうだったと思いますか、ムカデですね、ムカデは、え、なんかその私リアクション、あの普通に食べれるからリアクションも、あ、虫だみたいな、わー虫だーみたいな、やったーみたいな感じだったのでやったーっていうか、わー虫だーみたいな、わーヤッホー虫さーみたいな感じだったので、本当に使われ、なんかリアクションちゃんとできなくて、まずはですね、ムカデ、ムカデはですね、ムカデ食べるときちゃんと浜岸さんリスペクトしてくっさーって言いました、本当に臭かったです、くっさーって本当にでも命に感謝って感じで、なんかムカデは味星3で表すとじゃん1、ムカデ1です、なんかなんだろう、虫特有のえぐみみたいな、なんか虫のなんか匂いとかも残ってて、ムカデはあんまりおすすめしません。次、バッタ、バッタ、星さん、バッタは本当に美味しかったですよ、サクサクしてて、バッタ美味しいです、あとゲンゴロウ星1、ゲンゴロウもちょっと、え、大丈夫ですか、今こういう話して、虫苦手の皆さん大丈夫ですかね、ちょっとサクサクといきますね、じゃあ次最後、ハチの幼虫星0 食感が苦手でした、そうですね、ちょっと苦手な方もいるのでサクサクと進めます、その後私臭豆腐もちゃんと食べたんですよ、もう私はバラエティ頑張るぞって思って、もう私は食べるんだこれをと思って、もう食べましたよちゃんと、えらい、えらい、私えらい、えらい、えらいのかいや食べるのはそうですね、バラエティとして当たり前ですね、ごめんなさい。うん、その後ビリビリペンなんですけど、あ、そうなんですよ、私ビリビリペン持ってきたんですよ、なんかビリビリペン
どう、なんか全然聞かなくて私、なんかあビリビリだ、あ何回もビリビリ押せる、あビリ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 みたいな感じで、にわにんじゃない、すいません、はい、ひらちゃんの話したいと思います。ひらちゃんの話したいと思います。ひらちゃんの話します。ひらちゃんの話します。あの川田さんじゃなくて、最近のあのカエルの、私の飼ってる私のカエルのひらちゃんの話をします。カエルのひらちゃんの話します。私街を歩いてたんですね、ルンルンルンって。そしたらひらちゃんの話します。ルンルンルンって歩いてたらひらちゃんがいたんですよ、街に。見てください、じゃーん。私なんかひらちゃん、皆さん元気にしてるか気になってる方多くて、なんかもう今日なんかひらちゃん元気にしてますよっていうのをやろうとしたんですけど、なんかあのちょっとデリケートな子で、ちょっと外に持ち運ぶのがちょっとかわいそうかなって思ってなのでちょっと代わりにね、街で見つけたひなちゃんをえこれスクショタイムしたい。ひなちゃんとね、これはベルツノガエルなんで、私の飼ってるあのカエルはクラウベルツノガエルなんですけど、そうですね、私ひなちゃんどうしてもこの子ベルツノガエルで、私の家の子はクラウベルツノガエルでちょっと違うんですけど、なんとひなちゃんこの色を出したくてこの色を出したくてガチャガチャしたらこんなことになりました。かわいい、え、かわいい、みんな上向いてる、え、どう違うのってよくぞ聞いてくれました。ちょっと待ってくださいね、ちょっと比べてみますね、比べてみますね。こっちがベルツノガエルで、こっちがクラウンベルツノガエル。え、なんか一緒に見える。なんか本当はなんか鼻先が、鼻先、え、なんか、うん、なんか本当はなんかここの形が違うんですよ。これこっちがクラウンベルツノガエル、クラウンベルツノガエルで、こっちがベルツノガエル。え、待って、こんな話あんまり興味ないですかね皆さん。え、ちょっとだけすぐに話しますね。この鼻の角度が違うのと、あとちょっと待ってください、この黄色の子もあれなんですよ。え、鼻の長さだけかな、うん、角の長さとか、これ今目閉じてるんですけど、あ、じゃあこれ今どっちもベルツの、こっちが これはちょっと待ってください、この子がベルツのガエル、あ、違う、この子がクラウンベルツのガエル、クラウンベル、こっちがベルツのガエルです。
で目のなんか長さも違うのかな、ちょっと角なんか角みたいになってるんですよ。ちょっと目じゃあちょっと眠りから解放します。ちょっと皆さん お目覚めください。あ、私の可愛さでみんなが目を開けていく。目開けました。ちょっと角の長さが違うはずなんですけど、同じ、あれ、あ、これどっちもベルツノガエルでした。あ、だからこっちだ、こっちと目開けます。はい、目開きました。あ、ほら見てください、この角の長さが違うんですよ。こっちの方が長いの見えます。え、これ本当に皆さん興味ないかな興味ないですよね。あの、私得の話なんですけど、え、じゃあちょっと皆さん目を開けてもらって、え、ちょっとみんなと、え、でもまずひなちゃんと一緒にスクショタイムしたい。え、これ口も開くんですよ実は。え、しかも足も動くんですよ、こんな感じで足も動くし。スクショタイムです。口閉じます。え、口可愛くないですか。可愛い。ウィンクしましょう、一緒に。じゃあ一緒にウィンクしよっか。一緒にウィンクしちゃいました。嬉しい。鼻が食べられた。岸くんって言っちゃった、どうしよう私岸くん、もうなんか岸くん指定着しすぎちゃって、ちょっとまあ岸くん嬉しいですよ、嬉しい、ちゃんと岸くんって呼んでください岸岡岸くんでお願いします。鼻噛まれた。あ、ひなたん祭の目標、あ、ちょっと待ってください。あの、全員勢ぞろい。スクショタイムです。5人並んで帰る。あ、私も帰るになっちゃったちょっと待ってください。5人並んで人を、はい、ちょっと帰る、私帰る好きだから、本当に帰るの話ばっかりしてしまいました。え、耳赤いんです、ほら耳わかります、なんか本当になんか今日恥ずかしくて耳が赤いんですよ、なんか顔も赤いし。あ、ひなたん祭の目標を書きます。書くね。書きます。
ASMR 聞きます？いきますよ。どこから音出てるんだろう。ここかな。いきますよ。 ASMR ですよ。どうですか ASMR。 見えちゃった。ダメだ。もう一回記憶から消してください。やめてって言ってる。耳がザラザラ。え、え、ごめんなさい。え、うるさかったですか。ごめんなさい。なんか ASMR のつもりでした。感じ。ありがとう、ありがとうございます。いきますよ。嫌な人はいるもんね。そうですね、学びました。これからはやりません。約束。酔い切りゲーム嘘ついた。そうそうそう、顔がどんどん赤くなっていく。待ってください。落ち着け落ち着け、お腹落ち着け落ち着け。約束です。あ、どうしよう、手が黒いのバレた。あのさっき書いたら黒くなっちゃった。指切り現場嘘ついたら針千本のマス。指切った。はい、行きますよ。じゃん。え、ちっちゃくないですか。あれ、え、なんか意外とちっちゃい。ちっちゃくなっちゃいました。近づきます。最後までやりきる岸穂乃果。これはおもてなし会とかでちょっと諦めちゃった時があったんですよ。はい、なんかもうダメかもって思ってちょっと諦めちゃった時があって、その時になんか、あ、諦めたらダメだなってすごい思って、なんか一回ちょっとそういうことがあったんですけど、もう一回もう頑張ろうって思って頑張ってたらなんとかなったので、本当に今回のひなたん祭も諦めずになんとかなる精神でこう上を向きながら練習し続けたいなっていうのです。はいはいです。あれ、あと何分ですかね。時間55分。あ、55分じゃない、5分、10分。あ、あー、10分ですね。あー、そういうこと、そういうことか。はい、あと、え、ショールームの配信がダメです。落ち込んじゃ、上を向いていきます。もう失敗ばかりしてしまいました。
明日の告知出した、出したあもうごめんなさいこんなこと言って、はいはい好きいきます。はいはい、ポカ見守ってくれ、あポカ、はい、次のメンバーはどなただと思いますか。次のメンバーは誰だと思いますか。たまちゃん、そう、あ、見せたかったです。ちょっと待ってください、いきますよ、ドルルルルドン、石塚たまき、これ見てください、たまにゃんルームです。これはたまちゃんがたまにゃんルームにしてって言ってきたんですよ私になのでたまにゃんルームです。石塚たまき、たまちゃんやったやったなって、私も嬉しいです本当に、いや、やっとたまちゃんの配信見れるなって思ったら嬉しいです本当に。うん、なんかあのこの10日間でもないけど、なんかメンバーの配信見るのがすごい楽しみで、もう毎日リアルタイムで、もう見れない日もあったけどでも見れる日は本当にリアルタイムで見て毎日楽しみにしてたので、もうこれで石塚たまきがね、あの最後締めくくるということで悲しいですね、私はなんか終わってしまうんだなって思うと悲しいですけど、あの、あ、そうです、これからねひな誕祭があるということで、え、どうしよう、頼むのします、ありがとうございます本当に、はい大丈夫です、すいません、あ、5分あるそうです。なんかみんながなんか優しい言葉かけてくるから、なんかもっと泣きそうになるじゃないですか。なんかもうこれ逆効果ですよ本当に。もう皆さんもっとしっかりしろってコメントしてください。もうコメント見たらうるうるしてくるんですよ、嬉しくて、なんかあーこんなにもなんかあ皆さん応援してくれてるんだなって思うと嬉しくなって泣いちゃうんですよ、それがいけないんですよ、岸くんしっかりしろってうんこらえて泣かないように。もう本当に嫌だ、嫌じゃないです、ごめんなさい、いやありがとうございます、いやありがとうございます、本当に、あーなんでこんな喋ることたくさん考えてきたのにこんなことになってるの、ぼか、
ちょっとコメント見て、最後だからコメント見よっかな。あ、スクショタイムしよっぽかってし。かわいい、この新しいポーズだっぽかの耳。スクショタイム終わり。うん、え、読みます。映ってないぞポカ。はい、ポカ映します、ごめんなさい。うん、うん、コメントねえ、優しい。どうしよう、あの、なんでそんな、なんかみんな優しいんですか。優しいコメントばかりで、ちょっとなんか読むのが花話しようぜ。はい、キスのショールも大好きで、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか何ですかこの応援会みたいな。あ、すごい応援してもらっちゃって、本当に期待に応えられるように本当に頑張りたいと思ってます。はい、本当に熱っ。セクシーポカください。ポカセクシーポカ欲しいって。チュッ、失敗。なんか、うん、ありがとうございます。本当になんか最近私の悩みなんですけど、失敗を恐れてしまうっていうね。いや、恐れずに頑張っていきたいと思います。ほのぼのして楽しみます。はい、ありがとうございます。うん、頑張って。あ、なんか質問とかないですか。じゃあせっかくだから、でももうすぐ終わっちゃうかな。じゃあ最後2つ質問答えたら終わりにします。ちょっと待ってください、あと1分。あと2つ質問答え、あと1分。釣りの話、釣りの話。釣りはなんか5回を触るんですけど、なんかこううね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 するんですよ。それをこうやって刺すんですけど、本当になんか私もちょっと最初は本当にふわーってなったんですけど、だんだん慣れてきました。え、これいいのかな、こういうこと。なんか楽しかったです。誤解は誤解です。誤解っていう釣りの時に使うなんか餌なんですけど。はい、よし、じゃあ最後もう一つ質問。なんか話してほしい。今日コンタクトレンズ合ってる。今日はコンタクトレンズ合ってます。ちゃんと。お、え、これどうやって終わるんだろう。え、最後私とポカニコニコ笑顔で終わろう。ありがとうございます、本当に見に来てくださって。あ、え、待ってください。